最高ということでですね、どうもカムレス。今回なんですけども、猛者に近づけるコツをね、ちょっとまとめてきましたので、紹介したいなと思います。やっぱりマスター隊の人たちとか、だからね、そういう、まあ、ツイッターとかでキルシーとか見てて思うのが、やっぱりその猛者っていうか、まあ、その COD モバイルで、強いって言われてる人たちと、ここが違うとか、そういったものをね、ちょっとまとめて、まあ、コツとしてね、まとめてきました。まあ、今回ちょっと、まあ、配置とか、あと感度とか、あとキャラコンとか、そういうことを、まとめて紹介したいなと思います。まあ、ちょっと立ち回りもね、まあ、ちょびっと紹介したいなと思いますので、もうこれを見れば間違いなくモサに、近づけるかなと思います。まあとりあえずは、まあ、打ち合いですね、打ち合いのコツとかをとりあえず重点的に話したいなと思いますので、もうランクマッチとかでね、もう絶対に無双できます。はい、この動画を見れば間違いなくランクマッチとかでは、まあ多分そこら辺のレジ隊とかには負けないと、そうこれを見ることによって打ち合いとかにはね、負けないと思いますので、ぜひぜひ参考になれば、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、早速行きましょうか。はい、それではね、まず配置からなんですけども、まあこれに関してはですね、まあその結構、まあありますんで、まとめてっていうか、まあ大雑把に話していくんですけれども、まずね、移動スティックですね。はい、この移動スティックに関してなんですけども、個人的にはですね、自分の置いてる指よりちょっと下の方がいいです。はい。まあ自分はここら辺に置いてるんですよ。多分編集でね、まあちょっと矢印出てると思うんですけど、僕が普段、操作してる時って、親指ここら辺に置いてるんですよね。なんで、ちょっと移動スティックの下の方がいいです。はい、移動スティックっていうのは、必ず親指よりちょっと下らへんですね。だから親指をここら辺に置くんやったら、じゃあ移動スティックをこうするとかね、親指をじゃあここら辺に置くんやったら、もっと移動スティックを下にするとか、逆にね、親指をもっと上に置くんやったらこういうような感じにするとか、まあそうですね。まあこれは何かっていうと、基本的にですね、 COD モバイルって後ろに下がることがないんですよ。後ろに下がることがなくて、でですね、まあちょっとこれですね、まあ親指とこの移動スティックを同じところに置いてしまうと、タッチバグっていうか、なんかいきなりね、後ろに下がったりっていうことが多いんですよね。まあどういうことかっていうと、まあ例えばなんですけども、そこような感じにね、まあ前に走ってていきなりね、この止まってしまうとか、いきなりこういう後ろに止まってしまうとか、いきなりこういう立ち止まってしまうとか、まあその原因って、この親指と移動スティックを同じところに置いてるからなんですよね。普段はね、まあ、こういう感じに上に置いてるんですけども、この親指がちょっと下がってしまうと、そう、移動スティックと被ってしまって、立ち止まってしまったり、まあ基本的にですね、このスライディング位置ですね、スライディング位置とか、そう、滑り位置、まあ横スラって言われてるものをやるときって絶対ね、移動スティックを前に向けないとダメなんですよね。そう、こういうキャラコンとかするときって。ね、本当にキャラコンとかするときって、この移動スティックを前にしないとできないので、これを立ち止まってしまうことが多くなるんですよね。なんで、まあ、この移動スティックのボタンの位置っていうのは、親指よりちょっと下ら辺に配置するのが、個人的にはいいかなと思います。まあ、これがコツですね。で、まあ、もう一つ重要な、この3つですね。しゃがみボタンと、ジャンプボタンと、あと、照準ボタン。この3つに関してなんですけども、これに関してはですね、僕、右手の、人差し指で、この全てのボタンを押しております。まあできたらでいいんですけど、まあ僕の場合ね、 iPad Pro の、まあ11インチで4本指なんですけども、これは、まあこの3つのボタンは、まあ基本的に、まあその一番押しやすいところに置くのがいいかなと思います。でまあ射撃ボタンの位置なんですけども、基本的にここですね、はい、ここに置いて、でまあ自分はこれ射撃して終わったら、このリロードボタンを簡単に押せるような位置にしてます。まあ結構ですね、ここに置いたりする人がいるんですけど、まあ個人的にあまりここ好きじゃないですね。もう射撃ボタンを押して、弾がなくなったらすぐにリロードできるという、位置に僕はやってる。だから弾がなくなったら、この射撃ボタンを離してピッと、もうすぐにそこのリロードボタンを押せるような、こうして弾がなくなったらリロードボタンみたいな感じのを、まあ簡単に動作できますんで、ここの位置っていうのは結構おすすめですね。でまあそのこの視点を動かしてる、まあ、親指あるじゃないですか、この右手の親指、その右手の親指に、まあ、ここの武器の切り替えを、置いてるというような感じですね。まあ自分あんまり、まあ、武器の切り替えっていうのは、まあそんな得意じゃないんですけれども、まあその武器の切り替えをしやすくしてるというような感じですね。だから、俺が、まあ、武器の切り替えをしてるときは絶対に視点止まってるんですよ。絶対に視点止まるんですよ。俺が武器を切り替えるときって。だからこの親指、まあ、視点を外してるからですね。そこの視点ボタンから、俺が指を離してるんで、だからここから、まあ、ここで、素早く変えれるというような感じですね。はい。それでは続いてなんですけども、ちょっと感度紹介していきましょうか。まあ、とりあえずですね、カメラ感度の通常感度ですね。まあ、今、僕が60ってやってる数値なんですけども、これに関しては、まあ、一番重要な感度なんですよ、これって。なんでかっていうと、その敵にですね、まあ、その、まあ、エイムを合わせるときって、まあ、その、このエイムもね、そう、大事なんですけども、こっから、こんなことしないじゃないですか。ね。あ、ここにじゃあ敵がいた、みたいな感じで、じゃあ、こんなとこ向いて走ってて、いきなりこんなことから、こんなことしないじゃないですか。ね。で、大体上手い人って、その、モサとかって、通常感度で敵に合わせるんですよ。だから通常感度で大体の方に敵を合わせて、でそこは覗くんですよね。
みたいな感じです。だから初段から敵にエイムを合わせる人って通常感度が合ってるんですよ。だから通常感度を常に、この敵のいる位置に合わせてる。まあじゃあここの角から出てくるかなみたいな感じの、まあ状況やったら、ずっとこうやって角に合わせるんですよね。こうやって角を見ながら合わせるんで、通常感度で、まあ敵が入った瞬間に、このね、絶対にね、上手い人って、敵が出てくるところってね、この真ん中のレティクルにやってるんですよ。この白石ですね。そこの真ん中に白い点があるんですけども、ここに絶対がね、敵が現れるんですよ。だから、こっからこんなことしないじゃないですかね。だからここに敵がいるのに、こっからね、ここに覗いて、こんなグワみたいな感じ、絶対する人いないじゃないですか。絶対に、通常感度で合わせて、で、ここから覗く。みたいな感じなんで、この通常感度っていうのは一番大事かなと思います。早すぎてもね、そう、早すぎても、ここからグワンだって、ほんで、ここから戻すみたいな。ここからグワン、こう、みたいな。ね。だから、上手い人っていうのは、ピタッと、まあ、近くにピタッと合わせるというような感じになりますね。まあ、できるだけ、まあ、ちょっとずれ、多少はずれても、まあ、その、このエイムで合わせれるんですけども。で、続いてなんですけども、エイム感度ですね。はい、これ106っていう数値なんですけども、まあ、これに関してなんですけども、これですね。はい、こういう感じに合わせると。まあ、なんていうかな、ここの ADS 知るときの感度ですね。この ADS 知るときの感度で、まあ、これに関してはね、まあ、なんていうか、一番いい感度の合わせ方っていうか、まあ、練習方法なんですけども、とりあえず、まあ、他のとこ向くと、はい、的と違うところを向きます。的と違うところを向いて、で、こっからワンフリックで、的に合わせる。まあ、その、これワンフリックで、みたいな。この練習方法が一番いいかなと思います。だから、これで、まあ、例えばですね、こっから、こんなことになるでしょ。はい。こっから、こんなになるでしょ。とかっていうのは、それ感度が高すぎます。はい、感度が高すぎて、でも遅すぎる、低すぎるっていう人はこんな感じになってるんですよね。だから、まあ、早すぎたら、そう、ここまで行って、戻してこんな打つ。みたいなになってるんで、もう上手い。まあ、その、モサの感度っていうのは絶対に、ワンフリックで合うようになってるかなと思います。まあ、その後の感度の合わし方は、例えばこの角ですね。このま、角。じゃあ、その、ここの、ここと、ここなんですけども、これで合わせるような。まあ、大体でいいんですけど、大体でいいんですけど、まあ、こんな感じに、まあ、角、みたいな感じに合わせる、感度が一番いいかなと思いますね。まあ、そのドアの縁やったら、こんな感じ。まあ、酔うね。結構酔うね。こんな感じに、まあ、大体、角に合わせるような感度がいいかなと思います。まあ、これで通り過ぎる人とか、そう。これでね、まあ、通り過ぎる人とかっていうのは、これは感度が高すぎですね。このドアの端っこから抜けてるじゃないですか。通り過ぎていってるじゃないですか。まあ、これに関しては感度が高すぎというふうな感じです。だから、しっかり角に合わせる。ような感じの、まあ、感度が一番、まあ、自分に合ってる感度かなと思いますね。はい、それでは続いてなんですけども、この射撃感度のこのエイム感度ですね。はい。112っていう数値の、まあ、その合わせ方なんですけども、まあ、これに関して撃ってる時の感度ですね。そう。こうやって、撃ってる時の感度なんですけども、まあ、これは基本的にですね、まあ、射撃場の、この4つの的ですね。まあ、手前に、まあ、4つの的があるんですけども、これで、まあ、ワンフリックで、まあ、できる、まあ、その、まあ、感度っていうのが一番いいかなと思います。だから、端から、端にワンフリックに、まあ、できるエイムっていうのが一番いいのかな。まあ、これは結構ね、まあ、慣れればっていうか、まあ、エイムがあれば絶対できます。誰でも。これに関しては、まあ、どの感度でも、まあ、無反動っていうのはできますので、だからですね、まあ、その、これ300にしても、とりあえず、はい。無反動っていうのはできます。で、これを、感度低くしても、感度を、まあ、その、まあ、40とかにしても、とりあえず無反動とかっていうのは絶対にできますので、とりあえず横ですね。はい。この的から的に合わせれる感度っていうのが一番いいかなと思いますね。まあ、自分は大体その、まあ、指の調子とかに、まあ、寄ってね、まあ、変えたりするんですけども、とりあえず112というような感じの感度で、ワンフリックで合わせるような、感じにやっておりますね。はい。それでは続いてなんですけども、キャラコンですね。キャラコンについての、コツをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まずですね、今シーズンについてなんですけど、あんまりスイッチはいらないかなと思ってます。これどういうことかっていうとね、まあ、そのガンスミスですね。まあ、その強力なアップで、まあ、そのすごいね、まあ、強カスタムとか最強カスタムとかっていうのがあるんですけども、基本的にね、どの武器も、キル速はめちゃめちゃ速いので、伏せる前に殺されるんですよね。そう。伏せる前にもうやられるので、まあ、基本的にね、まあ、自分は、エイム重視の方が、まあ、今シーズンはいいかなと思ってます。まあね、その個人的には今シーズンですね、まあ、分割打ちの方がいいかなと思います。まあ、これはどういうことかっていうと、はい、これワンタップエイムですね。ワンタップエイム。はい、これワンタップエイムで、で、分割打ち。これ、分割打ち。なんですけども、まあ、この分割打ちとワンタップエイムの違いって、まあ、結構ね、まあ、皆さん知ってると思うんですけども、覗き速度が違うんですよ。だから ADS 速度が違うんですね。はい。これワンタップエイムのその利権っていうのは、キャラコンがしやすい。これ滑り打ちでも簡単に、こういう中に滑り打ちとか、あとジャンプ打ちとかできるんですけども、この分割打ちですね。この分割打ちっていうのは、まあ、キャラコンがしにくくなるんですよ。照準も倒して、照準も倒してワンタップエイム。押すので、まあ、動作がね、一つ増えるんでね、やっぱりそのキャラコンとかしづらくなるんですよ。なんですけども、やっぱりね、この ADS 分割通知っていうのが、まあ、今シーズンは、まあ、結構強いのかなと思います。なんていうかな、その本当にキル速が速いっていうか、
まあ、その最強カスタムっていうか、そのバケモンカスタムが本当に今シーズン増えましたので、あんまりね、キャラコンっていうとか、そういうのは、まあ強くないかなと思います。まあまだね、この滑り打ちですね。はい。滑り打ちとかっていうのは、まだ現役の、まあキャラコンだとは思うんですけども、まあ今シーズンは特に、まあキャラコンしてる暇があるなら、もう敵に弾を当てるというような感じですね。まあ一番いいのはキャラコンしながら敵に弾を当てるっていうことが、まあ一番いいんですけども。で、まあここでですね、まあキャラコンのコツ、まあ滑り打ちのコツなんですけども、ちょっと全然ね、教えてなかったんで教えるんですけども。でね、この横スラのコツなんですけども、まあ基本的にちょっとゆっくりやるんですけど、まずこっちを向きます。はい。こっちを向いて、で、こっちにスライディングする。で、こっちにスライディングしたらこっちを向くんですよ。結構こっちこっち言ってるけど、だから、もう早めにやると、こっちを向いて、こっちを向く。こういう感じ。こんな感じ。だから、こんな感じですね。なんていうかな。もう本当に横、こっちを向くの一瞬なんですよ。超一瞬。ほんの一瞬。なんですけども、ほんの一瞬こっちを向いて、まず正面を向くというような感じですね。だから、まあ、そのスティックはこんな感じ。スティックは、僕の今、倒してる方向なんですけども、こんな感じで、こっちを向きながらスライディングする。いきますよ。ほい。こんな感じ。だからこれを、まあ、その敵に対して、まあ、そのやるってことですね。ちょっと一回、ボットに対してちょっとやってみるんですけど、はい、まあ、こんな感じですね。敵に対して、横を向く。横を向いてスライディングする。こっちを向いてスライディング。結構でもやってみたら分かりますよ、これ。結構やってみたらコツとかっていうのが分かると思うんですけども、敵に対して、まずこっちを向いてスライディングする。で、こっちを向く。そうですね。結構割と、まあ慣れたら簡単だと思うんですけども。こんな感じ。で、まあその簡単にできますんで、まあね、まあこれに関して、まあこの横スライディングに関してなんですけども、まあ何回もやったらね、まあ無意識にできるようになります。まあというのも、その UAV を壊すとか、対空するとか、あと立ち回りっていうのは、まあ意識してすることなんですよ。ね、試合中に常に、まあ UAV を壊す、こう立ち回るとかっていう風な感じに、まあその考えてやっとできるっていうことで、まあこの横スライディングに関しては、何回も何回も繰り返しでやったら、まあ勝手にできるようになるというような感じのキャラコンですね。まあだから、その、まあボット打ちとかでね、まあこんな感じずっと横スライの、まあその練習を繰り返してたらランクマッチでも無意識にできるようになります。はい。まあ自分もまあ言ってそんな感じなんですけど、そう、まあ何回も何回もやったらまあ勝手に横スラができるようになると。で、この横スライディングなんですけど、なんていうかな、こんな感じにまあその一本の通路があって、でまあ見たい時ですね、こんな感じにまあ使えますので、まあこれはね、まあ応用編っていうか、まあそういうような感じにまあ使えますので、ぜひぜひね、これはまあ皆さん使ってみてください。はい。それでは続いてなんですけども、腰打ちですね。まあ腰打ちに関しては本当にね、近距離強くなります。マジで腰打ちのコツを習得したら本当に近距離強くなるんですけども、まあ腰打ちのやり方が分かんないっていう方に、まあちょっとまあ必見っていうか、まあ絶対に見てほしいんですけども、ワンタップエムってさ、照準ボタンを押しますよ。で、これでまあそのまあ射撃ボタンを押すんですけど、この状態で、はい、照準ボタンもう一回押します。じゃあ腰打ちになります。で、まあ逆にワンタップエムですね。ワンタップエムをして照準ボタンを押すと腰打ちになるんですよ。まあこれですね。そう。だからワンタップエムして照準ボタンを押す。まあこんな感じに。わかりますかね、ちょっと。じゃあ近距離で敵見たらワンタップエムと照準ボタンを一緒に押す。本当にもう一緒に押すような感じです。そう。近距離でやったらこんな感じに打つ。そのまあワンタップエムとかでスライディングして、近くに敵が見たらこんな感じに。結構、なんていうか、シップメントとかですね。シップメント。シップメントとかで割とコツとかつかまれるのかな。こんな感じに横スライディングして近距離やったら打つみたいな感じの、まあ、練習っていうのを、まあ、シップメントでね、まあ、結構自分レベル上げの時にしてたんで、まあ、これで練習すると、非常にいいかなと思います。まあ、結構でも、慣れたら楽にできるんで、まあ、多分慣れたら最強っすね、慣れたら多分、簡単にできるようになると思いますので、ぜひぜひこれはね、まあ、皆さん、まあ、ボット押しとかシップメントでもいいので、使ってみてください。もう本当にね、まあ、腰打ちって大体モサとかも使ってるんで、はい。それではですね、今回これで終わりたいなと思います。まあ、参考になったよっていう方はね、チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。では。